はい。皆さん、こんにちは。つつみです。それでは、本日の動画では、反応していない人には送らない、セグメント配信で通数効率化という動画をお届けしていきたいと思います。まず、大前提として、この動画は、友達数が1万名を超えるような、まあ、結構大規模なアカウントを運用されている方は、必ず知っておいた方がいい、そういったノウハウになります。 例えば私もですね、今現在、この動画を撮っている現在は、2021年8月なんですけれども、実際に友達数が今、アカウントに1万1000名以上いるんですね。その中で、たまたま今月は 6, 6回配信をしたかったんですけれども、なんとですね、この動画を撮っている時点で、残り6日なんですけれども、残通数が7000通しかありません。 基本的に1万名を超えるアカウントで6回配信をしようとすると普通に6万通かかっちゃいますね。でも LINE 公式アカウント Lstep の場合は4万5000通月々超えてくると実際に重量課金制ですとか大量送信プランを使わないといけないのでこの費用というのがかなりかかってしまうと。なのでできるだけセグメント配信を使って対象を絞って反応しない人にはもうそもそも送らないということをやりたいよね。これがセグメント配信の意味になります。 ということで、セグメント配信の根本的な意味としては、配信の対象者を絞ることで、実際にコンバージョンの効率化を図る。まあ、言い方を変えると、例えば同じ1万人に対して配信をするのでも、誰がコンバージョンするか分かっていたら、その人だけに送ればいいわけですよね。なので、そういったことをやるためっていうのが、セグメント配信の根本的な意味になります。じゃあ、セグメント配信の仕方には、いろんなパターンがあるんですけれども、例えば属性とか条件に絞る。 属性というのは、例えば男性なのか女性なのか、このセミナーは男性だけのセミナーなのであれば、その男性というタグがついている人だけに配信をするというやり方がありますね。それから2つ目にスコアリングで絞るというやり方もあります。例えば、リッチメニューをポチポチ押してくれると、1点1点1点ってスコアがつくようにしますと。それで、200点のスコアがついている人には送るけれども、1点のスコアもついていない人には送らない。まあ、こうやってスコアリングで分ける方法もあるかなというふうに思います。 では今日のセグメント配信の3つ目、これが本題になるんですけれども、反応日で絞るというやり方も実はあるよということなんですね。例えば、今日が2021年8月の25日だと仮定します。そうするとじゃあ今回 残った7000通、友達は1万1000人いるんだけど、7000名、できるだけ反応する人に送りたいなと思った場合に、じゃあ、例えばですね、半年以上前に反応している、逆に言うと、この半年間全く配信に対して反応していないとか、リッチメニューのポチポチも押していない、そういう人には送信をする意味がないよねということになりますね。じゃあ、そんな時にどうやってやるのかなというと、例えば、友達情報欄に、このデートフォーマット、YMD タグというのを入れます。この デートフォーマットタグに関しては、具体的にはもうちょっと別の動画で話していますので、まだこのタグ何のこと言ってるかわかんないよって方は、ぜひ概要欄からチェックをしてみてください。 じゃこのデートフォーマットダグ、まあ、実際にはこんな感じでね、友達情報欄に最終反応日というのを例えば作って、このようにペタッと入れるわけなんですけれども、えー、例えばこれは配信を、じゃあこれからまあ配信しますと、そこの中のテンプレートに入れておく、それからリッチメニューとすべてのボタンに入れておく、まあ、この2つの方法が大きく考えられるかなと思いますが、これで最終反応日を測定することができます。 じゃあ、えー、具体的に最終反応日が半年以上の前の人には送らないということを今から実際に、えー、具体的に説明をしていきたいと思います。えー、先ほど申し上げたように最終反応日というのはこのように数字で入るんですね。例えば最終反応日が2021年2月25日の人であれば2021、0225というふうに入ります。 で、この時に、じゃあどうやってセグメントを切るのかっていうと、この2021-0225より小さい人というのは半年以上前の人っていう意味になりますよね。なので、これより小さい人には送らないっていうセグメント配信ができます。具体的にどんな形になるのかなっていうと、これ条件を選ぶ時に最終反応日で2021-0225より小さいっていうふうに設定をして検索をすると、これがまあ実際に半年以上前。 にポポポポチチチチししてくれてててポチポチてくくれれれ今はないい人だよっていうことが分けけられるわけですねただ、ちょっとこの桁の数字がまああのかなり大きいので、なかなか分かりにくいよねっていう人に関しては、デートフォーマット、ym タグっていうのも実はあります。この ymd の d っていうのは、実は day の意味なんですけれども、日にちですよね。日にちまで入れるとこんな感じになるんですけれども、一旦月まででいいよと。つまり、じゃあ、2021年の2月より前。 の人には送らないようって、もうちょっとざっくりした感じで調べたいのであれば20、202102のように、これ、YM タグの方を使っていただくと表記が入るので、これまた、例えばこういった、この最終反応日のこの選定の時に20、202102より小さい方。 というふうに設定をしていただくと、これがセグメント配信でそのようにも切れると。なので、場合によっては月まで表示されるタイプでも全然これは使えるかなというふうに思いますので、これは完全に好みの問題になりますけれども、YMD まで使うのか、YM まで使うのか、ぜひこれは考えていただければなと思います。ちなみにこのデイトフォーマット YM タグというのは、この最終反応月きを知る以外にいろんな活用法もできますので、またこれも活用していただければと思います。 それでは今日はですねどうやってこの最終反応日 を元にセグメント配信で絞っていくのかそしてそのセグメント配信で通数を効率化するっていうことを行いましたお伝えしました私自身も実際にこれから残り友達1万1000人に対して7000通の限度でねあのこの反応日で絞っていこうかなっていうふうに思っておりますけれどもこの動画ではこんな感じで L ステップの使い方それからちょっとまあこれもマニアックではありましたけれどもかなり使える有用なノウハウっていうのもこれから提供していきます実際にこういったまあ細かいこともそうなんですけれども 私たちに L ステップの導入のご相談をしたいなと思った方は、ぜひこのお問い合わせに関してはこちらの QR コードをです、ね、読み取っていただければお問い合わせにつながりますので、ぜひ問い合わせしていただければなと思います。 それからですね、L ステップのご契約なんかのお手伝いも今現在しています。このお問い合わせもご契約のお手伝いもえそれぞれ無料になってますので、よかったら使ってみてください。L ステップのご契約というのは結構まあ時間かかります。初心者の方がいると多分30分とか40分かかるし、なかなかこう、どういうふうに契約の手続きをしたらいいかっていうのは結構最初難しいんですよね。なので、そういった L ステップのまあいまいちこう契約に踏み切れないな、どう,どうなるかわかんないな、難しそうだなと思う方は、ぜひ最初の一歩は私たちに無理 無料でお手伝いをさせていただければというふうに思っておりますのでまだご契約をされたことがない方はぜひ私たちにお手伝いをさせていただければなと思いますそちらの、えー、実際のお問い合わせに関してもこの QR コードから OK ですただし l ステップのご契約お手伝いを我々にお願いしたいよ という方は、L ステップ契約というふうに、キーワードをこの QR コードから送って、メッセージで送っていただけますと、自動でそのお問い合わせフォームなんかも出てきますので、よかったらそれも活用してみてください。L ステップ契約と、うもう一回言いますけれども、L ステップ契約というキーワードをこちらの QR コードから送らせていただければ、契約のお手伝いを約30分ほどで私たちがお手伝いをさせていただきます。それでは、少し長くなりましたが、本日はこのセグメント配信、そしてこの最終反応日タグの使い方をお伝えしました。 今後ともこの YouTube チャンネルでは LINE 公式アカウントや L ステップの有用な知識、ノウハウを無料で皆様にお届けしていきたいと思いますのでこの動画が少しでも役に立ったよという方はぜひ YouTube のチャンネル登録それからグッドボタンを押していただければ幸いですまたこんな動画を作ってほしいよということがありましたらコメント欄からどしどしそういったご要望もお待ちをしておりますそれでは今回もご視聴いただきまして本当に本当にありがとうございましたバイバイ